つけた。万世橋前に金髪に黒サングラスの女がいる。尾行して証拠を押さえろ。って今から。僕の名は Q。 伝説の名探偵ダン森彦が作った探偵養成学校ダン探偵学園の Q クラスに所属している。 Q クラスっていうのはダン先生の後継者候補を集めて編成された特別クラスだ。選ばれる後継者はただ一人だから、Q クラスの連中は一応ライバルなんだけど、僕にとっては大切な仲間なんだ。学園の授業は時々こんな風に予告なしに始まるんだけど、これがまた刺激的なんだよね。ヒント、 Q、 これって実習？それとも本番？もしかしてビビってんのか？そんなんじゃないよ。無理しねえで俺の後ろにでも隠れてろ。他の連中まだみたいだな。そこのデコボコ目立ちすぎ。バカ、隠れろって。あんたたちの方がよっぽど挙動不審なんですけど。メグ、どうしたのその格好。お姉ちゃんの店の手伝い、私目当ての客多くてさ。え、店ってメイド喫茶とか？あれ、キューってこういうの興味あるの？そんなのほとんどあるわけないじゃん。何うろさえてんだバカ。メグ、お前ものんきにアイスなんか食ってないで早く見ろよ。どうでもいいけど行っちゃうよ。よし、俺裏回るか。
いない。あ、すいません。聞いた。聞いた。変装だよ、変装、変装。隙間なんか。やべえ、金髪グラサン以外何も覚えてないぞ。あれ、メグは瞬間記憶能力。ああ、吸わされてる。私の当たり棒取られちゃったよ。笑ってんのか怒ってんのかどっちだよ。ねえ、はい、追跡マーカーだ。お前もやられたの？こんな初歩的なものにやられたなんて、自分が嫌いになるよ。バカ、いじけんのが早すぎるよ。キンタ、おお、カズマ、こっちこっち。あ、行くぞ。別に、授業で習ったことを実践しただけだろ。女は？カバンの中に札束が入ってた。証拠を押さえたよ。よし、じゃあついでにあの女も取り押さえよう。なんだよ。僕たちのミッションはもう終わりだ。教科書通りにやるだけじゃつまんねえだろ。さあ、それをおとなしくこっちに渡してもらおうか。
大山、思い込みで行動するなといつも言ってるだろう。その声、七海先生？でも団校長の後継者候補か。俺が授業で教えた尾行術ろくに実践できてないじゃないか。犯人の特徴は見落とす、油断して返り討ちに遭う、自分の能力を過信する、最後は敵を甘く見て命を落としそうになるか。状況を冷静に判断して最善の行動を取れたのは天草だけだ。ったく、どうした？あ、俺の変装術そんなに驚いたか。やるときは徹底的にやんないとな。例えばこんな感じ。わお、あのそんな情けない格好で自慢されてもっていうか、ただの変態だろ。私の当たり棒返してよ。はい、ナナミ。ダン先生。え、旧クラスのメンバーをですか。わかりました。今すぐここへ行け。はあ？はあ。ちょっと。おお。おお。え？ここ？左奥の扉です。非常ボタンを押してください。事務所のミッションルームか。すっごい。家出したらここ泊まっちゃおう。みんな、旧クラスの諸君、ごきげんよう。今諸君らがいるその部屋は、私がまだ駆け出しの頃事務所として使用してた場所、つまり私の原点だ。今後その部屋は君たちの教室だと思ってくれ。今回その部屋を提供したのは他でもない、君たちにある事件を調査してもらうためだ。え？1週間前、秋葉原の雑居ビルで女子高生の死体が発見された。被害者の名前は岡田リス子、コレジオ学園高校の3年生だ。死因は自殺による失血死。警察は殺人事件として捜査を開始したが、すぐに行き詰まった。殺害現場となった部屋の中に鍵が残され、完全な密室となっていたからだ。警察からの捜査協力の要請を受け、今回私は思い切って君たちを派遣することにした。それぞれに力を発揮して事件を解決に導いてもらいたい。諸君らの健闘を祈る。密室殺人。この番組はソフトバンクホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ただ操作。何ビビってんのよ、変なタコ。
当時入り口のドアは内側から鍵をかけられ、この部屋に続くドアも閉まっていた。つまりドアは二重に閉まってたってことだよね。そして被害者のそばには部屋の鍵が。でも誰がその鍵保管してたんだ。このビルを管理してる不動産屋、そこで盗まれたみたい。その鍵のコピー作れば密室もクソもねえじゃん。それが ID カードがなければコピーできない特殊な鍵だったらしい。誰？犯人は何度も現場に訪れるって言うよね。なんだよなんだよ、こういう時こそ金太の出番だろ。もしもの時はちゃんと骨拾うから。勝手に殺すなよ。おお、いてててて、誰様？お前こそ何者だ？警視庁の諸星だ。刑事？刑事。つまり警察に協力を要請され、事件現状を調べるためにあそこに入り込んだってわけだな。あ、はい、そういうことです。なるほどね。って納得すると思ってんのか？お前らみたいなガキに、え？助けを求めた覚えはねえ。いや、だからそれはもっと偉い人からですね。ああ、よせ。どうせこいつら見かけでしか人判断しねえ。バッチ方して威張るだけで聞く耳なんか持たねえよ。貴様、桜の門に逃げ込んでんのか？上等じゃねえか、このポリ国家権力の犬だ。金太、やめえなって。ほんと子供なんだから。諸星さん。あ、どうした？あ、いや、あの、実はですね。なんだと？警察庁から通達だ。お前らはサポートしろってな。ほら、分かったらさっさと捜査資料見せろよ。ずいぶんな。調べたかったらお前らだけで勝手にやれ。どうする？よし、みんなで力を合わせて事件を解決しよう。時間の無駄遣いだ。ほんと付き合ってらんない。ねえ、みんな、なんで、ねえ、なんで一緒に調べないの？ねえ、はい、僕たちは競争芸人の中にいるんだよ。ダン先生の後継者を一人ってことだろ。 Q クラスは仲良しグループなんかじゃない、ライバル同士なんだよ。自信ねえならあの部屋で留守番でもやってろ。ねえみんな、ライバルだけど仲間でしょ。キュッ、はっきり言ってうざい。そこまで言うなら一人でやってやるよ。僕だってね、やるときはやるんだからね。うん。ねえ、昨日一人で調べるって言わなかったっけ？ミグ一人じゃ心細いかなと思ってさ。っていうかビビってんのキュの方じゃん。僕たち中学生のバレたらヤバいって。嫌なら帰りなさいよ。被害者は高校生だし、情報を探るにはやっぱり学校の友達が一番なのよ。そりゃ分かるけどさ。え、どこ？誰？あの子え、あの子？あの子？一度着てみたかったんだよね、この学校の制服。本当にやる気あんの？おはようございます。相変わらずひどいなお前。あ、キノさん、おはようございます。この間ご注文いただいた例のあれ入ってますんで。わかった、じゃあ当たりに来るよ。あ、キノさん、お久しぶりです。いや、ちょっとあの後大変だったんですよ、キノさん。分かったから、分かった。本当に分かった。相変わらず暇だな。その分好きなことできるのよ、優雅と言って。資料。その事件意外と根深そうよ。あ？殺された岡田律子が所属してたサークルよ。失礼します。あの、岡田律子さんと親しかった人どなたかいますか？いきなりかよ。
お前ら誰だ。転校してきたばっかりの1年生です。転校生がなんで岡田のこと嗅ぎ回ってる。それは僕たち文芸部に入部したいなと思ってたんですけど、クラスの連中にリサーチしたら部員が一人1週間前に殺されたっていうじゃないですか。おまけに密室殺人だって聞いて、そのミステリー好きな僕らとしてはこう、ね、違ううずいちゃって。調べたって無駄だ。岡田呪われたんだ。呪われた。ああ、西村静香の亡霊にね。亡霊？その誰なんですか、西村静香って。文芸部のメンバーよ。1ヶ月前に亡くなったの。その西村静香って子ね、学校の非常階段で遺体で発見されたの。警察は転落事故として処理した。でも今回の事件でそうじゃない可能性も出てきたの。どういう意味だ。岡田律子が殺された現場にその西村静香ってこのノートが落ちてたのよ。問題はその中身でね。いいから早く言え、一体どんな内容だったんだ。事故に見せかけて殺された少女の亡霊が真犯人である仲間たちに次々に復讐していくっていうお話よ。その描写が今回の事件とそっくりだったそうよ。マジかよ。つまり今回の事件は亡くなった静香の呪いよ。なんかやばいよこの二人。実はその物語には続きがあるらしいの。え？警察の話じゃあと二人殺されるそうよ。同じ文芸部の仲間が。あのその二人って。二人ともいくらオカルト好きだからって趣味悪いわよ。私たちはこの子たちにただ事実を伝えてるだけよ。それじゃリツコが静香を殺したみたいじゃない。佐々木まどか、何そんなにビクビクしてんだよ。何か身に覚えでもあるのかしら。あんたね、あなたたち何してるの。吉村さん何かあったの。あなたたちは。入部希望の1年生です。もしかして顧問の先生ですか。そうだけど、あの岡田律子さんが西村静香さんって人に呪い殺されたってどういう意味ですか。え、文芸部で何かトラブルでもあったんですか。どうしてそんなこと聞くの。純粋な好奇心です。私顧問って言っても名ばかりだし、生徒のプライベートには立ち入らないようにしてるの。それに呪いだなんて。ちょっと待ってください。入部する前に内部事情を知っておきたいっていうか、後々立ち回りやすいっていうか、その先輩たちには絶対内緒にしておきます。何があったか教えてください。お願いします。西村静香って子はね、今年の新人ミステリー大賞を受賞した天才作家だったの。え、構想は10作目までできてます。ミステリーの若きカリスマと称賛されてね、彼女のもとには次回作の依頼が殺到したわ。ただ彼女ちょっと傲慢なところがあってね。詰め直して。文芸部の中でもいつも女王様気取りだった。特に岡田さんたちは資料集めやネタ探しにいいように使われてた。つまりその3人には西村さんを殺す理由があったってことですか。バカなこと言わないでちょうだい。そんなことで人を殺すなんて。それにこれは私の思い過ごしかもしれないし、あの子たちから相談受けたわけでもないんだから。そうやっていつも知らんぷりしてたんですか。え、学校の先生なんてみんなそう。自分の身を守るためならどんな気弁だって言えるし、生徒の心だって踏みにじれる。先生に守ってもらえなかった生徒がどんな思いでいるかなんて考えたことないでしょう。あ、ちょ、あ、すいません。ちょ、メグ、ね、急にどうしたの。あの先生があんまり無責任だからちょっ
っと意地悪してやりたかっただけ、それだけよ。それより西村静香のノートのコピー手に入れなきゃ。猫田さん、びっくりしたな、お姉ちゃんのお店の常連さんが刑事だったなんて。奇遇ですね。いつも私のことチラチラ見てたでしょ。さあ、ねえ、私猫田さんにお願いがあるんだけど。お願い？それは無茶だよ。そんなことしたら諸星さんに殺されるよ。あ、そう。じゃあいらないんだ。え？私のこれ。あ、めぐたん、やります、やらせていただきます。ねえめぐ、え、すごい、これどこで手に入れたの？ん？超能力。ね、バカにしてるでしょ。バカにしてるよね。超能力。被害者が発見された場所も殺された状況も確かにその小説通りだわ。次に殺される人なんて胴体真っ二つに切断だって。張飛さん、狙われる可能性が高いのは当然佐々木まどかと大森京子でしょ。じゃあ今夜からみんなで張り込もう。私はパス。僕も。発想がアナログなんだよ、Q は。なんだよ、パソコンにデータ打ち込んだら犯人教えてくれるっていうのかよ。相手は亡霊かもしれないんだろ。だったらこっちもオカルトで対応するさ。何これ。ルーンっていう古代北欧神話の神オーディンによって生み出された魔術的な占いさ。見てろ、西村静香の霊と交信して真相を暴いてやる。これは暗黒の精霊ナウシス、ね、本人は苦しんでる。目がマジなんだけど。デジタル突き抜けるとこっちに走っちゃうんだよね。この組み合わせはなんだっけ。失礼します。どなたですか。遠山金太郎と言います。亡くなった静香さんのことでお聞きしたいことがあるんですけど。事件当時外につながるドアも鍵がかけられ閉まっていた。出入り口には10センチほどの穴。部屋は蒸し暑く日中は40度を超えてると推測される。まさかこの並び。そういうことか。様子です。みんなで調べれば早く解決できると思うんだけどな。メールの返事全然来ないし。キュミケちゃん、かわいい。何その格好。可愛くないんだ。いや、可愛いよ、すんごい可愛いよ。でもなんで浴衣着てこんなとこいんの。ただの部屋かし、キュー一人で寂しがってるかと思って。いや別に遊びで来てるわけじゃないんだからさ。ねえ、胴体真っ二つってあれ本気かな。どんな理由があろうと
人間がそんな残忍なことできるなんて僕は信じたくない。メグ、もう一度現状見てこい。はい、一緒にお願いします。刑事さん、またお前らか。何か起こったんですか？佐々木窓が家から消えた。みんなにも連絡しなきゃ。先生、どうしてあなたたちここに？説明あたり、どうしたんですか？さっき佐々木さんから電話があって、泣きながら助けてほしいって。刑事さん、もしもし、警察だ。今どこだ、どこにいる？リツコが殺された部屋です。早く助けて。あの子たちどこにいるんですか？無事なんですか？岡田リツコの遺体が発見されたビルです。どうした？裏口から出たようです。あ、よし、秋葉原に行こうだ。はい、私も一緒に行きます。急何してるの、一緒に行こうよ。あ、うん。警察だ、誰かいるか？諸星さん、俺だ。おい、例の雑居ビルでまた死体が見つかった。足球を貸し切り越してくれ。家から消えたそうだ。大丈夫大丈夫。あの、メグ、お願いします。なんで？どこだ？竜様、お目覚めですか？どうして僕はここに？おじい様からの通達です。今回の事件には関わらないようにと。そういうことなら余計に引き下がれないね。様、何やってんだよ。僕は彼女のそばにいながら救えなかった。僕もショックだったよ、こんなものを発見するなんて。え？てか、なんで人のカバン勝手に漁ってんだよ。キューがメイド好きだったとは、やられたよ。あ、ビデオ屋さんでね、人とぶつかったんだよ。嘘もそこまでひねりがないと。逆に面白いね。嘘じゃないって。一緒だったんだ。心配かけてごめん。無理ないよ、あんなの見ちゃったら。瞬間記憶能力ってさ、
一度見たものは絶対に忘れないんだよね。っていうか忘れたくても忘れられないの。便利そうで意外ときついんだよね。昨日の話メグに聞いたよ。情けないけど何もできなかった。でもだんだん面白くなってきたじゃないか。面白いってゲームじゃないんだよ。人一人死んだんだよ。僕が興味あるのは謎解きと犯人の正体だけだ。だからこんな時でも思ってしまう。謎よもっと深まれってね。ねえ、死体消失のトリックもう一度考えてみない？僕たちが外に飛び出してもう一度現場に戻るまで約3分。その3分間で死体は跡形もなく消えた。たった3分で死体を運び出すなんてどう考えても無理だよね。それに床に敷いてあったブルーシートや段ボールも何で持ち去ったんだろう。やっぱり亡霊の呪い。大体さ、なんでわざわざ死体を持ち去るわけ？マギー信じてあるまいし、私たちを驚かして何が楽しいのよ。マギー信じ、参ったな。密室トリックの謎もまだ解けてないっていうのに。ああ、そっちの方はもう解決したよ。犯人はまず被害者を殺害し外から部屋の鍵をかけた。そしてこの穴を利用して遺体のそばまで鍵を運んだんだ。でもどうやって、どんな道具を使ったんだよ。道具なんて必要ない。この穴から鍵を戻してやるだけで自動的に奥の部屋の隅にたどり着くんだ。そんな、鍵が勝手に歩いていくとでも言うの？歩いていくんじゃない、転がっていくんだ。え、氷？よく見てろ。なんで？なんで止まらないの？そうか、傾斜だ。そう、この部屋の床、見た目には分からないけどある一点に向けて緩やかな傾斜になっているんだ。そしてこの段ボールも弾が転がっていくベクトルを邪魔しない位置に計算されて置かれていたんだ。部屋の中は日中40度近くまで気温が上がる。氷が溶けて気化すれば床に鍵だけが残る。これが密室殺人のトリックの正体だ。リュウ、すごい。おめでたいやつ。喜ぶのは犯人の正体か死体消失のトリックが解けたからにしたら。悔しいね、カズマ、リュウに先越されて。別に、僕が優先してたのは犯人探しだし。妙な占いにハマってたくせに。やるべきことはやったさ。西村静香のファンサイトで幻の遺作が話題になっていたよ。彼女新作書き上げてたの？ああ、出版社に問い合わせたら彼女亡くなる直前非公式にメールを送ってたらしい。次の作品のコピーを学校の図書館に隠します。それを発見できた方と今回は出版契約を交わします。ヒントは決して読まれることのない作品ですってね。さすがミステリーの女王、謎かけときたか。で、その原稿誰か見つけたの？いや、各出版社いろんな手を使って探したけど未だに発見できずにいるんだって。彼女のパソコンに原稿が残っている可能性もあったんだけど亡くなった時にクラッシュして確かめようがないみたい。でも誰にも読まれることのない本って言われても。ねえ、例えば続きものの漫画を読んでて一巻だけ抜けてたらどうする？答えは前後編の作品で前編が存在しないもの。前編読まなきゃ後編には進めないよね。うん、あった。亡者の住処、下巻。誰かがもう持ち去ってる。一体誰が？うお、嘘。もしかして先越されちゃったの？その新作誰か読んだことある人いるんですか？リツコたちは読んでたんじゃないかな。投稿前によく読み直しやらされてたから。それから
顧問の米山先生。あの先生も。あの人ああ見えて昔はミステリー作家目指していたそうよ。そのために家庭も捨てたって言うんだから半端じゃないわ。それでデビューできたんですか？結局才能なくて挫折しちゃったみたい。でも批評は的確でね。あのプライドの高い静香も先生のアドバイスだけには耳を貸してたわ。ご主人様、携帯が鳴っております。ありがとう。もしもし。え？わかった。すぐに調べてみる。ここまではソフトバンク、ホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。またお前か。何か起こったんですか？大森京子の死体がここで発見された。え？メグ、もう見ない方が。え？またパニックを起こすかもしれないし。何甘いこと言ってんだよ。え？メグの能力は生まれながらで授かったものだろ。それを生かさないでどうすんだよ。デューはメグの怯えた姿を見てないからそんなことが言えるんだよ。だったら探偵なんて目指すの今すぐやめるんだな。デュー、誰にだって苦手なことや嫌なことある。それを助け合うのが仲間だろ。悪いけど僕にはそんなもの必要ない。僕はずっとそうやって生きてきたんだ。刑事さん。大森京子だ。死因はおそらく絞殺だ。メグ、丈夫だから。でもどうしても乗り越えなきゃいけないの。自分の力をちゃんと役に立てたいの。分かった。メグがそう決めたんならもう止めない。でもメグは一人じゃないから。僕もリュウもそばにいる。大丈夫か？おかしいわ。佐々木さんと同じ送りがある。どういう意味？切断されてた佐々木さんの下半身にも大森さんと同じ送りがあったの。佐々木さんの死体なんかじゃなかった。あれは佐々木さんと大森さんがそれぞれ死体のパーツを演じていたものだったんだ。おい、それどういうことだよ。つまりマジックの胴体切断のトリックです。二人はそれぞれ上半身と下半身を段ボールに埋めてただけなんです。そしてあの車の爆発はおそらく僕たちを誘い出すための罠だ。二人は僕たちが部屋から飛び出した直後、仕掛けから抜け出して現場から立ち去ったんです。ブルーシートや段ボールを現場から持ち去ったのもやっぱり理由があったんだ。警察に調べられたらトリックが水の泡だもん。メグ、ありがとう。君のおかげで分かった。え？
そんな単純な仕掛けに俺たち引っかかったのか。最初の被害者の岡田律子さんはノートになぞらえて殺されました。だから僕たちは佐々木さんもノートに書かれていたように胴体を切断されたと思い込んでしまったんです。巧妙な心理トリックです。でもなんでそんな面倒くさいことをしなくちゃいけないんだ。自分のアリバイを作るため。そう、二人はきっと犯人に脅されてたんだと思う。言う通りにしなければ西村静香さんを殺したことを表沙汰にするって。じゃあ真犯人の正体は。あの人以外考えられない。お出かけですか先生。そのスーツケースの中身処分しに行くとか。トリックは全て解けました。あなたが今回の連続殺人の犯人ですね。一体何の話？言っている意味が全然わからないわ。氷の玉と二人の人間による遺体切断のマジック、それだけ言えば十分だろう。ずっと引っかかってたんです。日頃から生徒たちとの関わりを避けているあなたになぜ佐々木さんが SOS の電話をかけてきたのか。それは僕たちと行動を共にし無実を証明するためのアリバイ工作だったんだ。妄想もいいところよ。じゃあなんであんなこと言ったんですか。え、佐々木さんからの電話を諸星警部が受け取った時です。あの子たちどこにいるんですか。あの時行方不明になっていることが分かってたのは佐々木さん一人でした。でもあなたは思わずあの子たちと口にした。それは殺害現場にいたのが佐々木さんと大森さんだと知ってたからじゃありませんか。スーツケースの中見せてよ先生。どうしてこんなひどいこと。どうして娘を殺された復讐なんだろ。金太、今まで何してたのよ。西村静香の周辺を調べてたんだ。彼女はこの人が産んだ娘だったんだ。子供が生まれて間もなく、あんたは小説家になる夢を諦めきれず家族を捨てた。でもどれだけ頑張っても夢は夢のままだった。そんな時あんたはこの学校で娘と再会したんだ。血は争えないわね。16年ぶりに再会した静香はミステリーに夢中で天賦の才能の持ち主だった。素晴らしい出来よ。本当ですか。あの子がコンクールで賞をもらった時も嬉しかった。私の夢を叶えてくれた気がして。でもその幸せも長くは続かなかった。そんな時あの子たちの話を偶然聞いてしまったの。なんとか警察の目はごまかせたみたいね。完全犯罪成立。何よ、何すんだよ。早く足ずい足。ちょっとばかり才能があるからってチヤホヤされてさ調子に乗りすぎなのよ。あんなやつ死んで当然よあの子たち笑ってた。娘の未来を奪ったあの子たちに生きる価値なんかない。へえ、彼女は実の娘だったんだ。娘の復讐ね。よくそんな綺麗事言えたもんだな。どういうこと。この人修行者の新人コンクールに小説を送ってた。でもそれは西村静香が図書室に隠した幻の遺作だったんだ。僕たちがディスクのありかに気づいた時それはもう誰かの手に渡っていた。だからカズマに調べてもらったんだ。
彼女の遺作を売りつけられた出版社がなかったかどうか。でもどの出版社も原稿を手にしていなかった。出版社に売りつけることが目的ではないとすると、考えられる可能性は一つ、その原稿を自分の作品として発表することだ。コンクールの主催者に応募者の名前を問い合わせたら見事にヒットしたよ、先生の名前が。でもどうしてそれが西村静香の遺作だって分かったんだ。作家はよく書きかけの原稿をバックアップするのにメールボックスを利用する。ハッキングしてみたらしっかりと残っていたよ、西村静香のオリジナル原稿。でも彼女の作品を自分のものにするのには一つだけ問題があった。その作品をすでに読んでた人間がいたんだ。殺された被害者たち。ああ、こいつは娘の復讐なんかじゃなく、盗作がバレないよう3人を殺したんだ。違う違う、私は静かのために。だったらなぜ娘の名で公表しなかった。あんたは悪魔に魂を売り渡したんだよ。ご心配は分かります。私やっぱり人殺しなんかできません。我々の仕事は計画書を作成するだけ、それを実行するかどうかは依頼人の自由です。申し訳ありません、やっぱり娘の復讐は諦めます。娘さんの遺作まだ見つかってないそうですね。え、惜しい話ですね。書いた本人が亡くなった今、その作品は他の誰かのものになるチャンスだというのに。もちろん米山さん、あなたにもです。私に娘の作を利用しろって言うんですか。あなたは娘さんの作品の一番の理解者だった。彼女たちを殺せば復讐を果たすこともでき、作家として日の目を見ることもできる。殺された娘さんもきっと喜ぶはずですよ。署まで同行願います。待ってください。僕にはどうしても信じられません。そんな醜い欲望のためにあなたが人を殺すなんて。キュウ、これがこの世界のリアルなんだ。僕たちが立ち向かおうとしてる現実なんだよ。違う、そんなことない。だってあの人メグを抱いてくれたんだもん。メグが死体を見てパニックを起こしてる時、母親みたいに優しく。大丈夫だから、大丈夫大丈夫。リュウ、事実が全て真実を語ってるわけじゃないんだ。事件を解決することも大切だけど、その裏に隠された真実を見抜くことも探偵として大切な役目だと思う。だからこそ人を救うことができるんじゃないかな。甘っちょろいって思われるかもしれないけど、僕は信じたいんだ。この人もここ
にちゃんと血が通ってる。だから人の痛みとか苦しみとかそういうの感じる心を持ってる。バカな子ね、私みたいな女を信じるなんて。先生ありがとう。とことんアナログだね。ガキのくせに生意気なんだよ。Q クラスの連中、なんとか事件を解決しました。そうか。まあ結果的に3人もの犠牲者出しちまったし、褒められたもんじゃありませんよ。でも先生、一体何を企んでんですか。あんなひよっ子どもをいきなり実践に放り込んで、先生のやり方とは思えませんね。奴らが再び動き出した。え？冥王星が再び動き出したんだよ。え？私の作品無駄にしてくれましたね。おい、